おう、ブライトンサポ、消える。お前らのブライトン愛はどうした？三笘に散々残れと言ったお前らのブライトン命はどうした？ブライトンに興味持ってる奴なんて誰もいない。デゼルビの泣きそうな敗戦後のコメントも記事に上がらなくなったな。ペドロか三笘のチームだったからな。もうあかんよ。不人気クラブの記事上げても誰も読まんだろ。カイセド幕ありなしもいけるやん。からの限界が来た感じだな。ブライトンの結果記事にすらなってなくて草。誰も興味ないしね。三笘がいなかったら相手は右サイドガンガンプレッシングできるからな。三笘がいたから引いて守ってたが、見たよ。前半だけ。7バックで試合するのかと思ったよ。あかんな。フロストギルモア優秀だわ。マーチが出なくなって本当にチームが終わった。開幕から三笘フルで使い続けるしかなかった理由がわかったわ。そしてマネジメントできずに全てを失ったデゼルビの無能さも。三笘新規でブライトンサポになった人たちどこに行っちゃったのかな。あの時はプレミア界隈が盛り上がってたから、帰ってきてくれると嬉しいんだけど。さよなら、ブライトンサポ。